さん夏目漱石にしましょうか。自分の弱点をさらけ出さずに人から利益を受けられない。自分の弱点をさらけ出さずに人に利益を与えられない。と。これなんか深いですね夏目漱石。まあ,あの受け入れるってことですね。まあ一言でざっくり言うと。 あの自分の弱さも受け入れるし、それを出せるっていう。これはまあ今年の僕はお正月にあの郷ひろみさんですか郷ひろみさんがあの土下座、土下座でいいんですかつっ,ってね。土下座簡単にしてたんでしよね。もう50、ジャニーズ50年ぐらいですか。なんか芸能歴50年ぐらいある人が、もうすぐ土下座できるっていうね <laughs>。なんかまあそういうのをすぐ出せるってことですよね。僕が、 そそうそう僕がこう生き残れる理由久保さんも生き残れる理由ってまああ,れのあの両方出してんじゃないかな強みも出してるし弱点も出してるしなんか全部さらけなんかね僕も発信していく中でもさすがにだいぶ発信してあの分かったことがあるんですけどあの全部出した方がいいっていう結論はね結論はでもその結論に至るまでになかなか難しいですよね なぜならば、その結論を出すだ、出してみないと分かんないから。例えば、多くの人はね、こんなウグイスパンを食ってるだけの動画アップしてどうなるだろうってってアップしないので、その後の結果がわ分かんないんですよね。申し一度ますね。多くの人はウグイスパンの動画をアップして、こんな動画俺はそっ塾っていうのを売ってるのに、ウグイスパンをただ俺が変な親父がね、<laughs> 中年のおっさんがウグイスパンを食ってるだけの動画、誰が見んだと。こんなの価値ないよと。 って思うだろうし多、多くの人はね。だからアップしないですよ。だからアップしないからその先の結果は一生得ることはできないですよね。で、久保さんはウィイスパンのアップしました。ウィイスパンの動画からそっか塾売れる。なんやねん。みたいなね。僕もね、いろいろやってきて、あなるほどねっていうところがめちゃめちゃあったんですよ、結局。まあもちろんね、全部を公開することによって、なんですか、マイナスの部分もあるでしょうね。 でもマイナスの部分があるんだけども、ぶっちゃけ言うとプラスの部分の方が大きいと僕は思います。で、プラスの部分が大きくなければ僕あの商品売れないですもん。逆に言うとプラスの部分が多いから濃いファンができるし、他の人がアップしないような動画アップするんで、そこで濃いファンができて、そのライフタイムバリュー、お客さんの生涯、顧客価値がもうすごい高いと。僕の場合はね。うん。まあまあ。 結局その全部出しちゃった方が、しかもあとね、楽っすね。めちゃくちゃ楽。発信続けられる理由は楽なんですよ。全部出しちゃってるから、別に。うん。いってらっしゃい。